こんにちは、高瀬俊介です。いつもご視聴いただきありがとうございます。コメントやいいねボタンを押してくださっている方、いつも本当にありがとうございます。 今回のテーマは、急に態度が変わってしまったあの人の本当の気持ちはということで、まあ、突然としてですね、まあ、あなたに対する、まあ、態度がこう変わってしまった、まあ、お相手の方には一体どういった変化があったのかというところをですね、今回は見ていきたいと思います。 今回もですねカードを3種類ご用意させていただきましてこの3択の中からですねお好きなカードをお選びいただければというふうに思います今回は左から ABC とさせていただきますのでこの中からお好きなカードを1一つお選びください複数のカードで迷われている場合は最初にこれだと思った方をお選びいただいた方がいいかと思いますそれではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思います はい、カードをお選びいただけましたでしょうかそれではまずはじめにこちらの A をお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいそれではまずはじめに A をお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思いますよろしくお願いいたします えー、今回は急に態度が変わったあの人の本当の気持ちはということで、まあ、突然ですねあなたに対するまあ態度であるとか、まあ、反応とかがですねこう変わってしまった、まあ、お相手の方の本当の気持ちというものがどういったものなのかというところを見ていきたいと思います、まあ、お相手の方にですね、まあ、どういった変化があって、まあ、そういったあ、まあ、急にこう態度が変わってしまったのかというところもですね合わせて見ていきたいと思いますで今回ですね カード上と下分かれておりますが上がお相手の方の今の気持ちをですね表しておりますで下の4つのカードがですね、まあ、お相手の方が今置かれている状況を表しておりまして、まあ、気持ちと状況のそれぞれのところからですね、まあ、どういった変化があったのかというところをですね見ていきたいと思いますでまずはじめにですねこの上の気持ちのところから見ていきたいと思います でまずはじめにこちらのカードになるんですがこちらのカードが表すものとしては、まあ、寛大というですね、えー、意味を表すカードになっておりまして、まあ、寛大な心をです、ねまあ、いろんなものをこう受け止められるような、まあ、心の広さをですね表すカードになっているんですが、まあ、このカードが出ているときというのは、まあ、あのお相手の方もですね、まあなたの気持ちというものについてはこう気づいていらっしゃるとそして、まあ、その気持ちをです、ねまあ、受け入れ られるような状態であるということを表すカードになっております。はい、なので、まあ、お相手の方としても、まああなたの気持ちはまあ、こう気づいていて、まあ、その気持ちにまあ、答えたいというようなまあ、そういったこともまあ、思っていらっしゃるのかなというところが見て取れます。 で、その横の、こちらのカードに移っていくんですけれども、こちらのカードについては、まあ、やる気が、みなぎってきる、まあ、湧き起こってくるということで、今までは、どちらかというと、まあ、お相手の方は、まあ、恋愛に対する、まあ、モチベーションというものが、まあ、ちょっとこう、なくなってしまっていたのかなっていうところがあったんですが、ようやく、この、恋愛をする気力が湧き起こってきたということで、まあ、恋愛に対しても、こう、目が向くようになったということですね。今までは、その他のことに対して、こう、意識 なかなかこう恋愛というものを後回しにされていたのかなというふうに思うんですけれども、まあ、ようやくお相手の方の中で、まあ、気持ちの、まあ、切り替えといいますか変化が起こって、まあ、ようやくこの、えー、恋愛を、まあ、する気になってきたというところがありましたので、まあ、そういった、まあ、ちょっとこう恋愛に対するモチベーションの低下というところも、まあなたに対するです、ねまあ、態度が変わっていた理由だったのかなというふうに思います。 思います。 で、その横の、こちらのカードについてはですね、まあ、沸き起こる不安や心配ということで、まあ、このカードの絵を見るとですね、この目の前にある、まあ、棒に対して、少しこう、怯えている人がですね、まあ、映っているかと思うんですけれども、まさしくですね、まあ、これがまあ、お相手の方の、まあ、状態を表しているのかなっていうところがあって、まあ、恋愛をする気力は沸き起こっているんだけれども、ただ、その、前に、こう、クリアしていかなければいけない、まあ、問題で とといいううものがが、まあ、結構山積みになっているっててるころがあってちょっと絵をですね、まあ、お見せするんですけれども、まあ、こういった形でですね、えー、まあ目の前の問題についてちょっとこう怯えているような人が映っているかと思うんですけれども、まあ、これがまあお相手の方のです、ねまあ、状況を表して、まあ、状態ですねを表しているのかなっていうところがあって、まあ、恋愛をしたいっていう気持ちはあるんだけれども本当にね、えー、今こう恋愛をしてもいいのかとかですね 前にこれとこれとこれとこれをちゃんと片付けとかないといけないんじゃないかみたいな、まあ、そういったまあ懸念がすごくこう横たわっているような、まあ、そういった心理状態なのかなっていうところが、まあ、お相手の方としては今あるというところが出ております。 でその横のカードですね、まあ、こちらのカードについても何かをこう育むであるとかあとはまあ全ての物事をこう受け入れるということで、まあ、最初のこのキングのカードにです、ねまあ、近いところはあるんですけれども、まあなたの気持ちをこう受け入れられるようになったようやくこの気持ちに応えていけるようになったっていうところがあるので、えー、まあこれからですね、まあ、お相手の方もあなたに対するこの態度であるとか、まあ、反応というものが優しく変わっていくのではないかな といいう,うに思います今までは、まあ、この2つのカードですね、えー、が、まあ、特にこちらのカードだと思うんですけれども、まあ、こちらのカードが表す通おり、まあ、ちょっとこうモチベーションが低下していたあそれがですね、まあこうまあ、恋愛を感じてし あまりですねこう積極的にしていなかった理由の一つで、まあ、あなたに対するまあこう態度というものもまあちょっとこうね、えー、こう変わってしまっていたのではないかなというふうに思いますただそこからようやくですね、まあ、もう一度この恋愛をしようという気持ちがお相手の方にもこう変化として訪れてきているということを表すカードが出ておりますのでこれからもう一度またその急にこう態度が変わる前の状態ですね、まあ、その良かった頃の状態に戻っていくのではないか なないかなというふうに思います。 で、そういった形で、まあ、気持ちの変化というところがあるというところをお伝えして、じゃあ今、お相手の方の状況というものがどういったものになっているのかっていうことで、まあ、下の4つのカードですね。えー、こちらを今度は見ていこうと思うんですけれども、まずこちらのカードですね。まあ、こちらも絵柄を見ていただくんですけれども、まあ、あの、大切なものをですね、こう、抱え込んでいる人が見えるかと思うんですけれども、これがですね、まあ、いわゆるお相手の方が今、大切にしている こう例えば。 まあこのペンタクルというのはですね、まあお金とかを表したりもするんですけれども、まあ財産とかですね、まああとは地位名声とかも表したりするんですけれども、今お相手の方がその持っていらっしゃる、まあ所有していらっしゃる、まあ財産であるとか地位名声をまあこう大切にしたい。まあそういった、いわゆるまあ守りの状況にお相手の方はいらっしゃるのかなと。いろんなことにこう積極的にこう、まあ挑戦するというよりかは、今持っているものをいかにこうなくさないよう ようにするかという形でまあちょっとこう守りの状況に入っていらっしゃるのかなというところがあります、はい、なのでまぁ、あ、恋愛に関してもですねまぁ、あ、新たな人との出会いをこう作っていこうというよりかは今までこう築いてきたあー関係の人とのこのまあ 関係ですね。今まで、えー、こう関わってきた人との関係を大事にしていこうというふうに、まあ、思っていらっしゃるのかなというところがあって、まあ、そういった意味からもですね、まあ、あなたに対する、まあ、気持ちというものに応、まあ、えていこうというふうに、えー、思っていらっしゃるのかなと。まあ、あなたとのこう人間関係をこれからはこう大切にしていこうというふうに思っていらっしゃるのかなというところも読み取れるところとなっております。 ただまあ主にですね、まあ、ペンタクルとかは先ほどもお伝えした通り、まあ、お金にまつわることを表すことが多いので、まあ、どちらかというと、まあ、そのお相手の方の、まあ、お金のことであるとか、まあ、お仕事での立場とか、そういったものをこう守ろうとしていらっしゃるのかなというところが見て取れます。 でその横ですね、こちらのカードについては、何かこう、気まずいであるとか、まあ、期待外れっていうことを表すカードになっておりまして、先ほどですね、まあ、お相手の方が、まあ、手にしているものを、こう、大切にしていきたいっていうふうに思っているっていう状況があるというふうにお伝えしたんですが、ただ、あその、今、お相手の方が手にしていらっしゃるものとしては、まあ、お相手の方としては、まだこの不十分だと、まあ、もっと自分自身は、こう、手に入れたいっていうような、まあ、気持ちがあって、まあ、その現実 実にまだこの満たされていない状況であるということを、まあ、こちらのカードが伝えてくれているのかなと。で、まあ、こちらのカードもですね、まあ、ちょっと絵を見ていただきますと、まあ、この目の前のですね、まあ、この、 まあこう現実を表したりもするんですけれどもそれに対してまあちょっとこう納得のいっていないようなまあ表情を浮かべている人が映っているんですけれどもこれもまさしくですねまあお相手の方が今この手にしているものに対してまあちょっとこう納得がいっていないというか現実にこう不満を抱いていらっしゃるというような状況にあってもっと本来は自分としてはもうもまあ財産であったり地位名声を得たいんだっていうところがあるんだけれども現実としてはその理想に この届いていないといてなとうこのギャップにですね、まあ、すごくこう、まあ、悩んでいらっしゃると言いますか納得のいっていない状況にあるということがあって、まあ、そういったところからもですね、まあ、この自分の理想にはこの届いていないというところが、まあ、お相手の方の先ほどのですね、まあ、抱いている懸念のようなものがあって、まあ、恋愛というものがまだこの第一優先にはなっていないのかなと、まあ、2番目3番目とかですね、まあ、そういったところになってしまっているのかなというところも見て取れます。 なので、まあなたに対する意識の変化気持ちの変化っていうのは起こるっていうところはお伝えしたんですが、まあ、それもですねすぐに起こるというわけではなくて徐々にこう起こってくるのかなというふうに思います。 まあそういった、まあちょっと現実に対するですね、まあ不満といいますか、まあ納得がいっていない状況からだとは思うんですけれども、まあこちらのカードについては自信喪失っていうことをですね、表すカードになっておりまして、まだちょっとこう自分に自信が持てない。 持ててていいいなっう状況ですねお相手の方はまだ自分に自信が持てていなくて、あなたに対してもしっかりと接することができていないっていうところにですね、つながっているのかなというところがあって、ここがですね、反対の位置になるぐらいお相手の方が自信を持てるような、そういった確固たる地位とか名声とか財産ですね、そういったものを手に入れられると、よりですね、あなたに対する向き 出会いい方と言いますか接し方っていうのもまあ大きくね、えー、まあ良い方向にこう変わってくるのではないかなというふうに思います。 はいまあ、ということでですね、えーまあ、今お、A をですねお、お選びいただいた方の、お相手の方ですね、のお、まあ、本当の気持ちといたしましては、まあ、今まではちょっとお、まあ、恋愛に対する、まあ、モチベーションが下がっていたっていうところがあって、まあなたに対するこの態度もそれによってこう変わってしまったっていうところが、まあ、本当の気持ちなのかなと。で、い、え、ま、ー、だにですね、この恋愛をする気力は、まあ、起こってきたんだけれども、まあ、その恋愛をするにあたって、いろいろと こうね、解決してていいいいかななけければいけないと思っている、まあ、問題もお相手の方の中ではたくさんあるようでまだこの恋愛をこう最優先、まあ、一番に考えるっていうことはまあ難しいのかなとただあなたに対するあなたからのこの気持ちに応えられるようにはしていきたいというような、まあ、気持ちを表すカードも出ているので、まあ、少しずつですねあなたに対する、まあ、あ態度とかも、まあ、良い方向に、えー、変わってくるのではないかなというふうに思います。 はい、で状況といたしましては今あるものをまあ守っていきたいんだけれども今持っているものではまだこの不足しているというふうにまあお相手の方は思っていらっしゃってもっとこう自分の自信が持てるようなあ地位名声であるとか財産っていうものをまあ手に入れていきたいんだ、まあ、そういうふうなこともですね、まあ、思っていらっしゃるのかなっていうところが今回出たカードからは読み取れるところがありますので、まあ、そういうお相手の方がですねこう自分に自信が持てるようになるとすごくですね、まあ、お二人の関係も、まあ 良、まあ、くなっていくのかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとこう時間はかかるかもしれないんですけれども、まあ、これからもですね、まあ、お相手の方との,この接し方、まあ、関係っていうのは続けていくと、まあ、良い方向にですね、まあ、向かっていくのではないかなというふうに思います、はいえー、ということで A をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いですはいそれでは次に B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします 今回は「急に態度が変わったあの人の本当の気持ちは?」ということで、まあ、突然ですねあなたに対するま気持ちがこう変わってしまったお相手の方には一体まどういったま気持ちの変化があったのか、まあ、本当の気持ちはどういったものを今抱いていらっしゃるのかというところを見ていきたいと思いますで今回ですねカードを上と下4つずつですね分かれているかと思うんですけれども上がですね、まあ、お相手の方が抱いていらっしゃる気持ちをですね 表すカードになっておりますで対して下の4つのカードがですね、まあ、お相手の方が今置かれている状況などをですね、まあ、表すカードになっておりまして、まあ、そういった気持ちと状況のところからですね、まあ、どういった変化があったのかというところをですね見ていきたいと思いますでまずはじめにまあ気持ちのね、えー、この4つのカードから見ていきたいと思うんですけれども、まあ、急にですね、まあなたに対するまあこう態度が変わってしまったその理由には一体どういったものがあったのか って言いま,すとまずこの2つのカードを見ていきたいと思うんですけれどもちょっとこの絵を見ていただきますと。 え、こちらがですね、えー、まあ、吊るされた男というカードになっておりまして、まあ、結構身動きが取れないであるとか、まあ、何かこう、停滞している状況、状態ですね、えー、を表すカードになっておりまして、まあ、積極的に攻めるわけにはいかない相手であるとか、まあ、さしく、ま、停滞した状況とかを表しておりまして、まあ、あなたに対して、まあ、本当は何かこうね、え、アクションとかアプローチをしたいんだけれども、こう、動けていないような、まあ、身動きが取れない。 取れなないような状態ですねで対してこちらのカードをですねこちらのカードにつきましては。 あまあ、行動を起こすべきタイミングとか動くべきチャンスが到来するということで、まさしくこうアクションをまあ、起こすべき、えー、起こすべきだということをですね。伝えてくれているカードで意味合いとしてはすごくこう。対照的な2つのカードが出ているんですね。すなわち、お相手の方の中であなたに対して何かこう行動を起こすべきか、それとも今はやめておくべきかっていう。まあこ、このこの何て言うんですかね。心の葛藤というものがすごくこう沸き起こっていたのかなと？とまあ、この。 心の中であなたに対して、えー、今はこうね関係の進展に向けて動くべきかそれともやめておくべきか動くべきかやめておくべきか動くべきかやめておくべきかって常にこうね、えー、何度も何度もこう考えていらっしゃったのかなっていうところがこの対照的なですね意味合いを持つ、まあ、2つのカードから読み取れるところがあって、まあ、そういった、まあ、この、まあ、自分の中での何、まあ、て言うんですかねこの質問といいますか、まあ、この 問答をこう繰り返しているうちにですね、まああなたに対するこう気持ちが変化してしまったのかなっていうところがあって、 もう何度も何度もですねあなたに対してまあ進むべきか引くべきかっていうところを考えているうちにですね、まあ、あのこちらのカードが表している通り、まあ、こちらのカードはですね何かこうきっぽさとかですね、まあ、目の前の現実が色あせて見えてしまうということで、えー、その何度も何度もですねこう考えているうちに、まあ、本当にえ自分自身はあなたのことを求めているのだろうか、まあ、本当に求めているんだったらまあ行動を、ね、すぐ素直にこう起こせるのに、まあ、それ それをこううためらわせてていいるっていうことはどこかこう自分自身も、まあ、あなたに対してのこの気持ちというところに何か違和感を感じているといいますか本当にあなたのことを思っているんだろうかっていうふうに、まあ、思い始めてですねだったらもっとこう自分自身があーしっかりとこの,、まあ、この行動に移せるような、まあ、そういった人とのこの出会いといいますか恋愛をした方がいいんじゃないかっていうような、まあ、そういう気持ちがですね お相手の方の中でこう芽生えてしまったことによって、まあ、あなたに対するですね、まあ、態度っていうものが変わってしまったのではないかなというふうに思います。 でそこからですね、まあ、こちらのカードが表しているところとしては、まあ、何かこう揺るぎない自己肯定ですね自分を肯定するようになるっていうことであったり、まあ、あ,とあとはですね新しい展開を望むっていうことも表すカードになっておりまして、えーまあ、先ほどのその揺るぎない自己肯定っていうのがもっとですね自分にとってふさわしい人がいるんじゃないかそうだそうだっていう形でこう自分の中でその意見を肯定していって で、えー、まあ、それによってですね、あなたに対するこう気持ちというものが、まあ、薄らいでいったと言いますか、こう、変化してしまって、それが、こう、態度にも、こう、出てしまっていたのではないかな、というふうに思います。 で、ま、新しい展開を望むというところに関しても、また別の人ですね。ま、あなたではない別の方を、ま、選んだ方がいいのではないか。ま、その人との、ま、恋愛をしていく方がいいのではないかということで、ま、別の方とのこの恋を、こう、探されているっていうところもですね、ま、こちらのカードからは読み取れるところがあるので、ま、そういった、ま、心境の変化というものが、ま、あなたに対する、ま、気持ちの変化として、こう、現れてしまっていたのではないかなというふうに思います。 まあそういったまあお相手の方のまあ本当の気持ちといいますか、気持ちの変化の部分としては、この4つのカードからですね、読み取れるところがあります。 じゃあ状況としてはどういった状況だったのか、お相手の方はどういった状況に置かれていたのかと言いますと、まずこちらのカードですね。こちらのカードについては、何かこう気持ちであるとか、自信が揺らぐような、まあそういった状況に置かれているっていうことがあって、まあその気持ちとか自信というものが一体何なのかというと、まああなたとこれからもやっていけるような自信とかですね、まあそういったものがこう揺らいでしまっているっていうことは、 それからあのですね関係性についても、まあ、ちょっとこうあなたとはこう考えられなくなってしまった、まあ、そういったまあ状況になってしまったのかなとででなぜじゃあそういった風にですね、まあ、ちょっとこうネガティブにこう捉えるようになってしまったのかって言いますと、まあ、こちらのカードがですね、えー、関係しているのかなっていうところがあって、まあ、こちらのカードはですね何かこう運命的な出会いとかをですね表すカードになっておりまして、まあ、お相手の方があー何かこうか 運命的なこう。出会いをまあ果たされたと自分にとってこう最適だと言います。かま、ふさわしいとまあ思えるような人とのこの出会いというものがあって、まあ、これによってですね。まあ,あなたに対するまあ気持ちの変化ですね。まあ、自信というものが揺らいでしまったのではないかなというふうに思います。まあ、この運命的な出会いの時から、まあ、あなたに対してのまあちょっとこうね、えー、気持ちがこう冷めてしまったっていうところがあって、その人とのこの新しい展開ですね。を。 思うようになったのかな？っていうところがまあ、見てております。 でまあ、この運命的な出会いというものが、まあ、先ほどのですね、まあ、この進むべきか引くべきか、まあ、これからも関係を続けるべきかそれとも今を断ち切るべきかっていうところを、まあ、悩ませていたのかなっていうところにもつながるのでやはり相当ですね、まあ、お相手の方にとっては衝撃的な出会いであったのかなっていうところが、まあ、こちらのカードからはですね、まあ、読み取れるところとなっております。 でそこからですね、まあ、お相手の方としてはかなり、まあ、気持ちの変化っていうところもあったんですけれども、まあ、状況としてもですね、まあ、こちらのカードが表しているところとしては全く新しい人生を歩み始めるということで、まあ、結構こうガラリとですね人生の方向性っていうのもこう変えられたのかなと、まあ、そういった状況の変化というものも、まあ、お相手の方は起こしていらっしゃって、まあ、それによってまあ気持ちですね、えー、まあ,あなたに対する気持ちというものも 変変わっっってててしまって態度のの化につながっていたのかなとで最後こちらのカードですねこちらのカードについては、まあ、本当の気持ちに気付くっていうことをですね表すカードになっておりまして、まあ、本当の気持ちとか、まあ、本当の、まあ、目的とかですね、まあ、そういったものに気付くっていうことを表すカードになっているんですが、まあ、このカードが出た時というのは自分にとって、まあ、本当自分がこの本当に求めていた異性というものがあどういった人なのか、まあ、どういったパートナーを自分 は本当に求めていたのかっていうことを気づくようになったということでおそらくですねその求めていたパートナーというのがここで果たされた出会われた方なのかなというところがあってそれによってですねその人に気持ちがどんどんこう移っていってしまったとそれによってあなたに対する気持ちというものが少しですねこう 以前よりかは亡くなってしまったっていうところがあって、まあ、態度をですね、えー、としてもこう急にこう変わってしまったのではないかというところがですね今回出たカードの全体的にですね、まあ、読み取ったところとしては感じれる部分となっております、まあ、そういった背景があってあなたに対してのこの態度が変わってしまったのかなとでまあ本当の気持ちといたしましては、まあ、お相手の方もですね、まあ、新しくこう出会われた方との恋愛というものを望んでいらっしゃる いらっしゃるのかなっていうところがまあ今回出たカードからはですね、まあ、新しい人生を歩みたいっていうですねところを表すカードも出ているのでまあ、そういったまあその方との恋愛を今はこう選んでいらっしゃると言いますかその人とのまあ恋をこれからは発展させていきたいっていうふうに思っていらっしゃるのかなっていうところがあって、まあ、ちょっとこう B をお選びいただいた方にとってはちょっと辛いですねまあ、結果にはなってしまったかとは思うんですけど けれども、まあそういったま別の方の存在が出現してきたことによって、ま態度というものが変わってしまったのではないかなというふうに思います。はい、まあ、そういった形でま心境の変化というのは起こったとっいうことですね。 まあ、なので、まあ、そういった形で、まあ、ですね、まあ、お相手の方が、まあ、こう、気持ちが移りつつあるというところがあるので、まあ、その、方をですね、まあ、どう引き止めるかっていうところですね、まあ、 完全に、まあ、あなたに対する気持ちというものが、まあ、ゼロになったっていうわけではなくて、気持ちが今、揺らいでいるっていう状態で、で、どちらかというと、その、新しく出会われた方に気持ちが移りつつあるっていうところがあるので、まあ、ここを、ま、どう引き止めるかっていうことですよね。まあ、あの、お相手の方の中で何かこう、引っかかっている部分が、あおそらくね、あるからこそ、まあ、何かこう、あなたに対する気持ちというものが、ちょっとこうね、え、以前の時よりかは、こう、なくなってしまったっていうところ があるのでまあその、まあ、原因となっている部分をですね、まあ、探り出すことができれば、まあ、そのもう一度ですねお相手の方のこの気持ちっていうものを復活させることもできるかと思いますので、まあ、そこをいかにこう見つけ出していくかっていうことですよね。まあ、話し合いのの機会を設けられれるででであれば、そこでですね、まあ、もう まあ、かなりでですすね、ねこう、い話自分のどういったところにま何かこう、今不満を抱えていることとかあるっていうことをですね、聞いてみたいだとかまそういった結構こう、直接的なことをしていかないとなかなかこう、たどり着けない問題なのかなというふうにも思いますのでまちょっとこう、大胆なアプローチにはなってしまうかもしれないんですがまそこをねクリアしていかないとまお相手の方の気持ちがどんどんこれから移っていってしまうっていうところがありますのでま早急にですねまちょっと 対処をしていただいた方がまあ、いいのではないかなという風に思いますはい、えー、ということで B をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いですはい、それでは最後に C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします えー、今回は急に態度が変わってしまったあの人の本当の気持ちはということで、まあ、突然ですねあなたに対する、まあ、こう態度が変わってしまった、まあ、お相手の方の、まあ、気持ちの変化というものには、まあ、どういったものがあったのか今どういった気持ちをこう抱いていらっしゃるのかというところをですね見ていきたいと思います、えー、今回ですねカードを上と下で2つに分けているんですけれども上の4つのカードがですね今お相手の方の、まあ、気持ちをですね表している カードになっておりますで。対してこの下のカードですね。下の4つのカードについてはお相手の方のま状況を表すカードになっておりまして、まあ、気持ちと状況のそれぞれにおいてですね、まあ、どういった変化があったのか、まあ、どういった気持ちを抱いていらっしゃるのかっていうところをですね、えー、見ていきたいと思います。えー、それを踏まえてですね、まずはこの気持ちですね。まあなたに対する気持ちとか、まあ、お相手の方がま抱いているま本当の気持ちの部分をですね、えー、先に見ていきたいと思います。 でまず初めにこちらのカードですねこちらのカードについては、まあ、パートナーということをま表すカードになっておりまして、まあ、恋人のカードにはなっているんですけれども、まあ、パートナーシップとかですね、えー、理想のパートナーとかそういったことをですね表すカードになっているんですが、まあ、こちらのカードが出ているということは、まあ、お相手の方もですね、まあなたのことはま自分にとってまあ最適なあまあふさわしいパートナー パートナーなんだと。まあ、自分にとってはこうなくてはならない存在なんだというふうにですね、まあ、思っていらっしゃるというところがあって、まあ、このカードが出ている以上は、まあ、あなたに対する何かこう気持ちがなくなってしまったとか、何かこう他の人に対してこう気持ちが移っていってしまったっていうことはですね、まあ、考えにくいのかなと。ただあ、お相手の方があなたのことをまあパートナーというふうにまあ思っている中でその態度が変わってしまったのには、じゃあ一体どういったものが 関係してていいるのかっていうところをですねこの残りの3つのカードがまあ表してくれておりまして特に重要なメッセージを表してくれているのがまあこちらのカードになるんですけれどもこちらのカードを見ていきたいと思うんですがこちらのカードがですね、えー、表しているものといたしましては、まあ、お相手の方がですね、まあ、昔は良かったというですね、えー、形で、まあ、過去にこうちょっとこう囚われてしまっているっていうことをですね、まあ、表すカードになっておりまして、まあお相手の方が 相手の方の方中でもです、ねまあ、今のあなたとその昔のあなたっていうのがこうちょっとこう変わってしまったっていう風に感じていらっしゃってその幸せな状態の時だったまあ過去と今をこう比べていて、まあ、そこにこうちょっとこう、まあ、ギャップを感じているっていうわけではないですけどその変化にですね、まあ、昔と今のあなたの,この違いにちょっとこう不満を抱いていらっしゃるっていうところがあって、まあ、そのを感じているあ まあ、いわゆるまあ不満のようなところが、まあ、その態度の変化にもつながっているのかなというふうにまあ読み取れるところとなっております。 まあ、すなわち、まあ、昔のあなたはすごく良、ねえーまあ、かったというふうに、まあ、思っているんだけれども、今のあなたっていうのはその昔のあなたに比べてちょっとこう違うなというかこう変わってしまったなっていうふうに、まあ、お相手の方は、まあ、思っていらっしゃって、そこからですね、何かこうあなたに対する、まあ、接し方とか態度っていうものがこう変わってしまった、その不満によってですね、まあ、変わってしまったのではないかというところが見て取れます。 で、まあ、こちらのカードはですね、まあ、悪魔のカードの逆位置になるんですけれども、悪い方向、悪い方向に、こう、どんどん進んでしまうっていうことで、まあ、それが、まあ今回で言うと、まあ,あなたに対する、まあ態度ですね。えー、態度が、こう、悪くなってしまったっていうことがあって、まあ、ちょっと、こう、そっけなくなったりだとか、まあ、ちょっと、こう、攻撃的になってしまったりだとか、まあ,あとは、なんか、こう、無理やり、こう、ね、 え、こう、避けるようになったりだとか、まあそういうふうな形で、ちょっとこう、悪い方向に顔変わってしまったのではないかなっていうところが、まあこちらのカードになっておりまして、まあその原因っていうのが、その、まあ昔との比較ですね。昔と今のあなたのこ比較で、もっとこう、昔は良かったのにっていうような気持ちが、ちょっとこう、お相手の方の中では、まあ大きくなってきている。まあそれがこう、態度にもこう、現れているのかなというふうに思います。 で、こちらのカードですね。こちらのカードについては、何かこうね、えー、傷つくであるとか、まあ、悲しみをね、えー、覚えるっていうことを表したりするんですが、まあ、その他のメッセージとして、相手から逃げるっていうことを表すカードになっておりまして、まあ、今回で言うと、まあ、あなたからこう、あなたのことをこう避けるということですね。まあ、あそういった形であなたの元からこう逃げようとしているっていうことで、まあ、決してね、こう別れようというふうに思っているんではなくて、まあ、ちょっとこう避けているっていう形 先ほどもあったんですけれどもあなたに対するこの接し方っていうものが悪い方向にこう変わっていってこう避けようとしているっていうところがあって、まあ、ちょっとこの態度の変化っていうところにもつながっていたのかなというところが見て取れます。 まあそういった形で、えー、まあ気持ちの部分としては、あなたのことはまあ大切な存在だということについては、まあ、今も昔も変わってはいないんだけれども、ちょっとこのあなたという人物像がですね、まあ、お相手の方にとって見てみれば、まあ、ちょっとこう昔はすごく良、ねえー、かったんだけれども、今はちょっとね、えー、その昔に比べては、なんかこうかけ離れてしまったというか、なんかこう全然違うなど自分の思ったものではないなっていうふうなあことを思って、 えーまあ、違和感ののようなものですね、まあ、そういったものを抱かれるようになって、まあ、あなたに対する接し方っていうものもこう変わってしまったのではないかなっていうところが、まあ、気持ちとしてあるので、まあ、お相手の方の、まあ、本当の気持ちとしては昔のあなたにもう一度こう戻ってほしいと、まあ、そういうふうに、まあ、思っていらっしゃるのかなというふうに思います。 そういった形で、まずはじめにですね、もう相手の方の気持ちをですね、見させていただいたんですが、まあ、じゃあ状況としてはどうなっていくのか、まあ、どうなっているのかっていうところを見ていくんですが、まずこちらのカードですね。こちらのカードについては、まあ、何かこう、やる気が、まあ、戻るとか、まあ、気力が戻るっていうことをですね、まあ、表すカードになっておりまして、まあ、状況としてはですね、何かこう、こう着していた状況からこう抜け出すであるとか、まあ、関係性に変化が訪れる、 っていうことを表すカードになってておりましてまあこれからですねまあそのお二人の関係っていうのがまあもう一度この良い方向にまあ向かっていくのではないかとまあ関係性としては良い変化がですねこれから訪れるのではないか良い変化をこうもたらしてくれるような出来事ですねえであるとかまあ状況が訪れるのではないかっていうことをまあ予兆してくれているカードになるのでまあこれからですねまあお相手の方との関係がまあ今ちょっとこう悪くなっているので あればまあ良くなっていくのではないかなというふうに思います。 で、こちらのですね、次のこの戦車のカードについては、まあ、戦車はですね、こう動きたくて仕方がないというような、まあ、そういったこう気持ちを表したりもするんですけれども、まあ、お相手の方からあなたの元にこう接近してくるような、まあ、そういった状況といいますか、まあ、出来事っていうのが起こるようになって、まあ、このカードもが出ているということから、まあ、や,はりやはりですね、まあ、先ほどもまあ変化が訪れるっていうことをお,お伝えしたんですけれども、まあ、その二人の関係性によって、 おいて、まあ、良い変化がですね、まあ、訪れるのではないかっていうところが、まあ、こちらのカードからもですね、まあ、読み取れるところがあって、まあ、お相手の方もあなたのもとにこう、動きたくなるような、ああ、状況になるということで、まあ、気持ちとしてももう一度ね、何かこう、いい方向に切り替わるのではないかなというふうに思います。 でそのきっかけを与えてくれるのがこちらのカードになって,くる、えー、なっているのかなというところがあって、まあ、こちらのカードはですね、まあ、自分と向き合うということをまあ表すカードになっておりまして、まあ、今までの,この自分の行動とかをこう見返したりだとか、まあ、今までのこう自分を振り返るということですね、まあ、自分であるとか、まあ、お二人の関係のこともそこに含まれているとは思うんですけれども、まあ、そういったものをこう振り返った上でやはりこう自分にとって、えーまあ、あなたという存在がこう大切だと,と。その 大切な存在をやっぱりこうなくしたくないっていう気持ちがですね、えー、そのお相手の方のまあ心境をですね、まあ、大きくこう変えるような 状態になってですねそれによってあなたに対して接近したくなるっていうようなそういった状況に変わっていくのかなっていうところがあるのでこの振り返りですねこの振り返りというお相手の方が振り返るきっかけがこれから訪れるのでそこからですねもう一度あなたとの関係を修復と言いますか発展させていくために動いてくれるように状況としては変化していくのかなというところが読み取れます。 で、その振り返った時にですね、まあこちらのカードが表している通り、まあ間違った道に進むっていうことを表したりするんですが、いかにこう自分自身が、まあちょっとこう間違ったやり方をしてしまっていたのか、間違った道にこう進んでしまっていたのかっていうことを、にこう気づいてですね、こう反省するようになるんですよね。で、その反省によって、えー、まあその気持ちというものがこう入れ替わって、まああなたに対するこう向き合い方、接し方っていうのも、まあ変わってく、えー、るのかなっていうところがありまして、 まあそれによってまあ最初にもお伝えしたところのまあいい変化がですねまあ訪れるということでまあ2人がもう一度こう急接近するといいますかあまあ関係性としてもこう発展していけるようなまあそういった状況になっていくのかなというふうに思いますのでまあこれからですねえまあお二人の関係は良い方向には向かっていくのかなとまあ決してですねまあこの気持ちの変化ですね今と昔のあなたを比較してちょっと今にこう幻滅しているっていうことがきっかけで分かれてしま しまうとか、まあ他の人にですね気持ちが離れてしまうっていうことは、まあ、今回出たカードからはですね、まあ、そういった意味を表す,ーです、ね、カードは出ていないので、まあ、その可能性は少ないのかなと、まあ、むしろ今はちょっとですね、まあなたに対するこう態度というものが、まあ、以前に比べてこう変わってしまったんだけれどももう一度ですねこう自分を振り返った上であなたに対して、えーまあ、その気持ちですね、まあなたのことがすごくと大切なんだっていう気持ちがこう再燃してきてですねで それによって、またこう、お相手の方自身もこう変化して、また、前のような、まあ、態度といいますか、まあ、向き合い方をしてくれるかと思いますので、まあ、お相手の方の、まあ、態度が変わってしまった理由としては、ちょっとね、昔と今と比べて、今っていうものが、ちょっとこう、あまり、 良くないっていうふうに思っていらっしゃるので、まあ、そのあたりですね、あなた自身もちょっとこう今までと今の自分っていうのをちょっとこう見比べてみて何がこう変わったかなっていうところをまあ振り返るだけでもですね、まあ、お相手の方の気持ちをすごくこういい方向に導けるかなと思いますので、一度そういった何かこうちょっと今までを振り返ってみるっていう機会を作っていただけるといいのではないかなというふうに思います。 はい、えー。ということで C をお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。 はい。ということで、今回は、急に態度が変わった、あの人の本当の気持ちは、ということで、まあ、突然ですね、あなたに対するこの態度が変わってしまった、まあ、お相手の方には、まあ、どういった気持ちがあるのか、ま、なん、どういった、ま、気持ちの変化や、まあ、状況の変化が関係していたのか、というところをですね、見させていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか動画の内容が少しでも、あなたのお役に立てれば幸いです。まあ、今回の内容としては以上となるんですが、最後にですね、 一つだけお伝えしたいことといたしましては、まあ、現在ですね、まあ、個人鑑定を行っておりまして、個人鑑定ではですね、まあ、特定のお相手の方とのですね、えー、まあ今後の関係性や復縁の可能性などですね、まあ、様々なお悩みであったり、気になることについても鑑定をさせていただいております。 で、いつもご覧いただいているこの YouTube チャンネルにつきましては、まあ、一つのテーマについてですね、まあ、大勢の方に向けて鑑定をしているのに対し、まあ、個人鑑定ではですね、まあ、そういった特定のお相手の方とのですね、まあ、関係性に特化して鑑定をさせていただいておりますので、よろしければ個人鑑定もご利用いただければというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。